けで説明をさせていただきます。ビルーナと申します。この動画では簡潔に、当チャンネルの内容、シャノールニアという創作の内容、について説明しようと思います。まずこのチャンネルについて説明させていただきます。当チャンネルで取り扱う内容としては、旅行や鉄道、ゲーム、キャラ紹介漫画、などなど、少々雑多なチャンネルではあります。なお、まだ動画数が少ないため、取り扱う内容は増えるかもしれません。なお夜メロンは、YouTube の他に Twitter をやっているそうです。というか、Twitter の方がはるかにアクティブです。概要欄から夜メロンの Twitter ページに飛べますので、もしよろしかったら見てみてください。なんか毎日好き勝手を書いているそうですよ。といえば、当チャンネルにおける私たちの立ち絵及びイラストは、すべて動画制作者である夜メロンによって描かれています。立ち絵は不定期ながら更新されることもあるので、時には立ち絵にも注目してみてくださいね。実は私の立ち絵も新しくなってるんですよ。さて、せっかくキャラクターの話に移ることができたので、シャノールニアという創作について話をしますね。シャノールニアはこの動画のうく主である夜メロンによる創作です。キャラクターは動画サイトに載せていないのもありますが、シャノールニアという創作に属しているキャラクターは約30人、それ以外のキャラも含めると50人以上います。ちなみにツイッターでは一応全員少なくとも4回は載せているそうです。実はシャノールニア自体の歴史はまあまあ長く、最初のキャラクターは2016年12月に作成された、らしいです。私が作られたのはその1年近く後でしたけど、当チャンネルではそんな方々が実況や解説をゆっくりボイスで行うという形式となっています。このチャンネル紹介動画と似た形式ですね。ただし、キャラ紹介に特化した動画のみは別です。そこでは4コマ漫画を動画内で載せ、その後で詳細を載せる形式となっております。なお動画用の立ち絵があるキャラクターについては、コンスタントにキャラクターの具体的な紹介をしています。そちらも見ていただくと、よりシャノールニアの世界を楽しめると思います。ニコニコ版のそれはなんというか悪夢ですけど、チャンネル登録するメリット、言った方がいいんですかね？チャンネル登録すると新しい動画の情報をすぐに手に入れられるそうです。夜メロンのモチベにもつながるらしいです。これは高評価にも言えることだそうで、なんか最後は宣伝みたいになってしまいましたが、今回はここまでです。では、ご視聴ありがとうございました。